皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、福島県の登録名画富城をいただきたいと思います。これはですね、富城の字は浮くに城で富城と言います。以前これ食べたことがあってすごく美味しかったので、ちょっとお土産で買ってきてもらいました。ではいつもの原材料です。ちょっとパッケージが光ってて見えづらいと思いますが、こちらもですね、福島県南相馬市のお菓子屋さん松月堂さんの富城になっております。結構コーヒーとかも入ってたりして、さてどんなお菓子なんでしょうか。では開けてみたいと思います。今日は日本酒に合わせていただいています。じゃん、こういったパイ包みのようなお菓子になってます。すごく触った感じはしっとり、香りはですね、焼き菓子のあのいい香りがします。で、中を割るとですね、こうになっています。白あんだったりマーガリン、バター、あとくるみですねが入ってるお菓子です。では早速いただきたいと思います。もちろん甘いんですけれども、あの甘さ抑えめで、あんことバターの風味がすごくいいです。これよく冷やした後に食べていて、この中のあんこの食感がしっかりしているんですね。バターとかが入ってるので冷やした方が食感が増していいと思います。ぜひ召し上がるときはよく冷やしてから召し上がってください。これコーヒーも使われてましたけれども、あったかいコーヒー、紅茶はもちろんのこと、今日はお夕飯の晩酌してますけれども、日本酒にも合いそうな味がします。日本酒を飲みながらちびちび富城を食べて、ちびちびお酒を飲む、そんな夜もいいかもしれません。では皆さん、福島県に寄った際はぜひ富城召し上がってみてください。ではおやすみなさい。